はい、どうもサックです。今日はですね、ドーパミンハック脳科学が明かす悩みを打開する最強の秘策という本のご紹介をしたいと思います。こちらの本ですね、ドーパミンを制するものは人生を制するということで、こちらの本をご紹介したいと思います。この本どんな本かと言いますと、この本はあらゆる悩みを根本から解決する方法が書かれた本になります。皆さん、人生でいろいろ悩むことないですか？当然ありますよね。悩みのない人間なんてほとんどいないと思います。まあ、例えばですね、ビールバラを何とかしたいとか、仕事のやる気が出ないとか、まあ、そういった悩みに対して様々な方々が信頼性の高い対応を構築してくれてはいます。しかしですね、それらは対症療法であることが多く、悩みの根本を解決してくれるものではないことが多いんですよね。しかしですね、これらの悩みには根本的な共通点が実はあるんですよね。このビールバラを何とかしたいっていうのも、仕事のやる気が出ないっていうのも、悩みの根本は一緒だということを言うわけです。つまりこの共通点を解決できれば、多くの悩みを根本的に解決できるっていうことになります。その共通点っていうのが、ドーパミンをコントロールできれば解決可能だということなんですよね。実はビールバラも仕事のやる気も根本は同じです。ドーパミンの問題だったりするわけです。つまりドーパミンを制することができれば、人生を制することができるということを言うわけですよね。ではですね、一体このドーパミンっていうのはどういったものなのか、ここをちょっとだけ説明させてもらいたいんですけども、これはですね、報酬が手に入りそうだと期待感が出た時に出る脳内物質です。つまりワクワクや期待を感じた時に出るわけですね。この物質が出るから食事を取るなどの行動が生まれるわけです。逆にドーパミンが出ないと食事を取ることもできないというふうに言われております。実際ある研究でマウスからドーパミンを出さないようにしたところ、マウスはお腹が減ってても食事を取らなかったというふうにされています。この物質をうまく使いこなすことで、全ての悩みを解決することができるというふうに著者は言うわけです。ということで、そんな悩みを根本的に解決する方法が書かれた本書から、今回は人の悩みを多く占める3つの悩みを解決する方法を解説したいと思います。その3つの悩みというのがこちらです。健康、仕事、人間関係、こちらですね。皆さんもこの辺の悩みあるんじゃないのかなと思います。悩みを解決して人生を制したいっていう方は、ぜひ最後までご覧ください。ということで、内容やっていきましょう。じゃあまずですね、ドーパミンと健康、こちらの解説をしたいと思います。現代の健康を害している要因の一つとして、飲みすぎ食べすぎ問題がありますよね。現代人は飲みすぎで食べすぎだというふうに言われているわけです。そうして生まれる肥満っていうのは、あらゆる病気の温床になることはもうあらゆる研究で分かっております。たとえですね、肥満にならないとしても、カロリー過多の食事っていうのは確実に健康を害します。ではですね、それが分かっているのにもかかわらず、なぜ人は飲みすぎて食べすぎてしまうのかというと、それはドーパミンをコントロールできていないからなんですよ。ドーパミンが出るともっと食べろっていう指令がいって、食欲を刺激するんですよね。まあ、皆さんもね、なんか甘いものとか食べたらもっと食べたくなったりしますよね。この時ドーパミンがめちゃめちゃ出てます。この時にこのドーパミンの声に従って食べすぎてしまうと、肥満になって健康を害するわけです。なので、このドーパミンが発する欲望をうまくコントロールしなければいけないわけです。ではですね、どうすればそれをコントロールできるのかっていう話じゃないですか。その方法を一つご紹介したいと思います。それが食事に集中する、この方法です。この方法でドーパミンをコントロールできます。これどういったことか、ちょっと解説したいと思います。人はですね、食事に集中すると食事量が落ちることが分かっています。これはですね、食事の快感を記憶できるかどうかに関係するっていうふうに言われておりまして、まあ、つまりですね、食事に集中して快感を記憶することで食事量が減るんだというふうに言われているわけです。これはですね、ついついお菓子を食べ過ぎてしまうっていう現象にも有効です。まあ、例えばですね、何かの作業をしつつついついチョコを食べ過ぎてしまうってやつね、皆さんもあるんじゃないでしょうか。何か作業しながらお菓子をついついつまんじゃう、ありますよね。これチョコに集中せず何の気なしに食べてると、脳はそのチョコに期待値を感じすぎてしまって、その期待値にドーパミンがドパドパ出てしまうわけなんですよ。
しかしですね、チョコをゆっくり味に集中して食べることでどの程度の幸福感を感じるかっていうのがはっきり分かるんで、期待値が無駄に多く出ることもなくて、ドーパミンの分泌も抑制されるわけです。なので食事やおやつっていうのは集中して食べましょう。食卓にスマホを置いたりですね、テレビを見たりしながら食べるのはやめましょう。ながら食いはダメだということを言うわけです。そうしちゃうとドーパミンがすごい出てついつい食べ過ぎてしまうんで、何かを食べるときっていうのは食べることに集中しましょうということを著者は言っております。こうすることで健康を害する食べ過ぎ伸び過ぎ問題っていうのはある程度解決できるんじゃないのかなというふうに言われております。これがドーパミンと健康になりました。では次にドーパミンと仕事、こちらの解説をしたいと思います。どうすれば仕事のやる気が出るのか、この悩みを抱える人は多いんじゃないのかなと思います。特に今の世代の方々は仕事にやりがいを重視する世代なんで、余計にねこの悩み感じやすいと思うんですよね。ではですね、なぜ仕事がつまらなく感じてしまうのか、それはですね、目標の欠如によるモチベーションの低下が原因であることが多いです。全てではないですけど、この原因であることが多いです。なので仕事のやる気を出すには、自分がワクワクするような目標を持つっていうのが非常に重要になるわけなんですね。この目標がないと、まあ言ってしまえばゴールの見えないマラソンを走っているようなもので、脳は強いストレスを感じて辛いですし、やる気も出ないわけですよね。逆にですね、目標があるとどんな経験も目標を達成するための道筋だというふうに思うことができて、モチベーションを保つことができるわけなんですね。まあ目標がね大事だっていう有名な話に、石切り職人の話があります。これ聞いたことある方もいらっしゃるかなと思うんですけども、3人の石切り職人にどんな仕事をしているのかっていうふうに尋ねたところ、1人は石を切ってるんだっていうふうに答えて、もう1人は誰よりも丁寧に石を切ってるんだっていうふうに答えて、最後の1人は大聖堂を作るための仕事の一部を請け負ってるんだっていうふうに答えたんですよね。もうこの3人の中で誰が一番モチベーション高いかっていうのはもう一目瞭然ですよね。3人目の大聖堂を作るっていう目的で仕事をしている人が一番モチベーションが高いわけです。こういった感じで何のために仕事をしているのかっていう目標がはっきりしているとモチベーションを高く保てるということが言うわけです。ではですね、具体的にどのようにして目標を設定すればいいのか、こちらもねちょっと解説していこうと思います。具体的に目標を設定するためには、まず自分の大事にしたい価値観をはっきりさせて、モチベーションの源泉を探る必要があります。まあ、例えばどんどんチャレンジしたいとか、自分は愛のある家庭を築きたいとか、どういった価値観を持って、まあ、仕事であれば仕事をしているのかとかいうところをまずはっきりさせるんですね。で、そこがはっきりしたら、次にそのためにはどういった目標を立てて、どういった行動を取るべきかっていうのを考えていきましょう。例えば家族を大事にしたいっていう価値観があるんだったら、家族旅行に行くために年収アップを狙うとか、そのために転職をするために英語を勉強するとかね、まあ、こういった感じでどういった目標を立てて、どういった行動をするべきかっていうのを具体的に決めていきます。それが決まったら、最後にその目標を数値化していきます。もうかなり具体化していくわけですね。まあ、先ほどの例で言うと、英語を勉強して TOEIC 730点取るとか、そのために1日単語何個覚えるみたいな感じで目標を数値化させていくんですよね。こうして目標をはっきりさせることで仕事のモチベーションもガンガン上がっていくわけですよね。まあこれはもちろん仕事だけじゃなくて、いろんなところに言える話だと思います。何かを続ける、継続するっていう時はこういった感じで、最終的には目標を数値化してモチベーションを上げていきましょうということを言っております。これがドーパミンを使って仕事のやる気を出す方法になります。はい、では最後にドーパミンと人間関係、こちらもご紹介したいと思います。アドラー心理学で有名なアドラーは、全ての悩みは人間関係にあるというふうに言っております。どれだけ一人で生きていこうと思っても、他者と関わらずに生きるってことはもうほぼほぼ不可能ですよね。つまり対人関係っていうのは絶対に逃げることができないものなんです。だからこそ人間関係の悩みは多いわけですよね。しかしですね、この人間関係すらもドーパミンの観点から解き明かせるというふうに著者は言っております。対人関係の悩みを引き起こす引き金になるのは、嫌われたらどうしようっていう気持ちです。これは本能的に起こるもので、まあ、大昔の狩猟採集時代っていうのは、仲間から嫌われることっていうのは死を意味してたわけですよね。
なのでこの仲間から嫌われないようにっていうのは本能的なものなわけです。つまり対人関係で疲れてしまうっていうのは嫌われることを恐れて常に気を張っていないといけないから、だから疲れてしまうんですよね。そうなると人と話すことや協力して物事に取り組むこともできなくなりますよね。これでは人と良好な人間関係を築くことはできません。ではですね、どうすればいいんですかっていう話じゃないですか。それが本書ではドーパミンを使って人と仲良くなる方法を教えてくれるんですよね。その方法を一つご紹介したいと思います。それが相手の話をワクワクして聞く、こちらになります。人にはですね、自分の話を聞いてほしいっていう本能があるんですよね。なので良好な人間関係を築くには相手の話をしっかり聞くっていうことが必須になります。まあ、とはいえですね、相手の話を聞くのは苦手だという人もいると思うんですよね。そんな人におすすめしたいのが、相手の話をワンピースばりに面白いと思ってワクワクして聞くことです。このワンピースっていうのは漫画ワンピースですね、あの主人公ルフィのやつです。それぐらいおもろいもんだと思ってワクワクして聞くんですよ。まあ、そうするとどんな話が来るのかな、ワクワクみたいな感じで、そういった期待感にもう自分の中でドーパミンびちゃびちゃになります。その作用によって話のちょっとした部分にも驚きとか興奮を感じるようになるんですよね。すると、すごいとか、マジっすか、おもろみたいないい相槌が自然と出るようになるんです。こうして話を聞くと相手はめちゃめちゃ気分良くなってくれます。結果勝手に相手が自分のことを好きになってくれて、人間関係が最高に良好になるということが言われているわけなんですよね。はい、なんで相手の話をめちゃめちゃおもろいもんだと、ワクワクするもんだと思って聞いてみてください。そうすると相手の話をしっかり聞くことができますということを言っております。結果人間関係は良好になるということが言われているわけですね。はい、これがドーパミンと健康、仕事、人間関係の関係になりました。はい、いかがだったでしょうか。本書にはですね、あともう一つね、非常に悩みと深く関係しているお金のことも書いてあったりするんで、まあ、今回のこの動画を見て本書気になった方はぜひ手に取って読んでみてください。まあ、この動画に何かコメント等ありましたらぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。